江戸庶民が住んでいた長屋の驚きの実態。江戸時代の庶民の住まいといえば、皆さんは長屋を思い浮かべることと思います。いくつもの家族が薄い壁一つ隔てて暮らしていた住まい、その実態は果たしてどのようなものだったのでしょうか。今回は江戸時代の長屋の仕組みや暮らしについてご紹介します。もし興味深いと感じていただけたら、チャンネル登録もお願いします。庶民が住む裏長屋とは、皆さんが長屋と聞いてイメージするのはおそらく裏長屋でしょう。江戸の町は身分によって住む場所が分けられていました。江戸の町の面積の 70% は武家地、 15% が寺社地、残りの 15% が町人地でしたが、町人地の人口は武士の人口とほぼ同じだったそうです。つまり町人地にはそれだけ多くの庶民がひしめき合って暮らしていたことになります。町人地には主に表通りに屋敷を持つ地主と、土地は持たないものの表通りの土地を借り持つ地借りの層、そして通りに面しない裏長屋に住む棚借りの層がいました。通りに面した表長屋、表棚は店と住まいを兼ねた2階建ての造りになっていたそうです。店と住まいを兼ねるということから、表長屋に住んでいたのは比較的裕福な小商人であり、駄菓子や小間物、荒物などを扱っていたと言われています。裏長屋に住む者の中には、江戸の生まれではなく農村で生活できなくなって江戸の町に流れ着いた百姓などもいたそうです。一説には町人地の人口のおよそ50万人のうち、およそ 70% が借家暮らしで、そのほとんどが裏長屋暮らしでした。現代で言うならば持ち家派はほとんどおらず、賃貸派が主流だったことになります。裏長屋は井戸やトイレなどの生活空間が共有されていて、2軒の世帯が背中合わせに住むような作りになっていました。1軒の間口は9尺、およそ 2.7 メートル、奥行きは2間、およそ 3.6 メートル、今でいう6畳間と同じくらいの広さです。入り口の腰障子を開けると1畳半ほどの土間があり、その半分ほどのスペースを台所として使っていました。台所には座り流しと呼ばれる流し台、煮炊きをするかまど、水がめなどが置かれています。ご飯や味噌汁を煮炊きするのは朝1回のみ、昼と夕方に食べるのは冷や飯でした。夜には野菜や魚の煮物がついたようですが、その調理は共同井戸の周りで七輪を使っていたそうです。寝起きするスペースはわずか4畳半程度。4、5人の家族がそこで生活するのですから、かなり窮屈ですね。火事が起きたら家財道具をすべて持ち出して逃げられるように、家具はほとんど持っていませんでした。農村から移住した人たちは木の実木のままだったため、鍋や布団、下着までレンタルしていたそうです。裏長屋はその構造上、外の明かりは玄関の一方向のみ、風通しもあまり良くなかったことでしょう。そのため長屋の平均家賃は月に400から500文、現在の8000円から1万円くらいと激安でした。そんな居住環境で庶民はどんな一日を送っていたのでしょうか。裏長屋の庶民たちの一日。
庶民の一日の過ごし方を見ていきましょう。暁七つ、3時から5時ごろまでの時間帯に魚河岸が始まります。魚河岸とは魚市場のことです。今でも築地市場や地方の朝市などでは夜明け前から動き始めますから、市場の人たちは江戸時代から変わらず庶民の食を支えてくれているのですね。明け六つ、5時から7時ごろまでを指しますが、5時になる少し前は商家の下働きのものが起きる時間です。江戸時代、商家たちは午前6時頃に店を開けました。その1時間強前には住み込みの下働きの者たちが眠い目をこすりながら身支度を始めます。下働きをしているのは主に長屋出身の男の子でした。長屋に住む男の子たちは家にお金を入れるために10歳前後で奉公に出ます。商家が多い江戸の町では彼らの雇われ先は商家がほとんどだったようです。店では彼らは子供衆や小僧という名で呼ばれ、店内の細々とした雑用を引き受けていたようです。江戸市中に明け六つちょうどの鐘が鳴ると町を守っていた町木戸が開かれます。この鐘に合わせて長屋住まいのおかみさんたちは一斉に起き出し、顔を洗って歯を磨き、慌ただしく朝食の支度を始めます。各家庭では朝に一日分の飯を炊きました。炊いた白米を温める電子レンジはこの時代にはありませんので、朝昼晩のうち温かい白米が食べられるのは朝のみだったようです。白米に合わせて味噌汁や漬物など少しのおかずもありました。一方、上方では夜に飯を炊き、その晩と翌日の朝昼で食べる慣習があったようです。朝5つ、8時頃になると子供たちは寺子屋へ向かいます。寺子屋では読み書きそろばんを習いました。寺子屋で学ぶのは午前中のみで、午後には家の仕事や手伝いで帰る子供も多かったそうです。それでも親は奉公先や家の商売で必要になるからと寺子屋で学ばせることを重視していたといいます。そろばんで四則演算ができ、利息の計算までできるようになった子供は、年が多少若くてもすぐにでっち奉公として働きに出ていたそうです。一方、子供や夫を送り出し長屋に残った女性たちは11時ごろまでに掃除や洗濯を済ませました。井戸端でおかみさんたちがおしゃべりしながら洗濯をする、にぎやかな光景が目に浮かびますね。さて、真昼9つ、11時から午後1時ごろは昼ご飯の時間帯です。諸説ありますが、戦国時代に陣中のエネルギー補給で三食目を食べる以外は、江戸時代の初期頃まで日本人は1日2食が一般的だったと言われています。これが三食になったのは1657年の明暦の大火以降のこと。江戸の町のほとんどが焼け野原となり、町の建て直しで建築関係の多数の職人が江戸に働きに来ていたことから始まります。建築関係の職人たちにはずっと肉体労働し通しなわけですから、到底1日2食では足りません。職人たちの需要があり、ボテ振りや担い屋台、屋台店などという形態で移動販売や出店のように食べ物を売るものが出始めました。それらの商売がヒットし、やがて職人以外の庶民も手軽に食事をすることができるようになります。そこから庶民にも1日3食が定着し、やがて店舗を構える商人も現れ始め、
さまざまな外食産業が発展していったのです。お昼ご飯が終わると昼の早いうちから銭湯がにぎわい始めました。特に子育て中の女性が多かったようです。というのもこの頃の湯屋は男女混浴がほとんどだったので、仕事が終わる頃になると男たちが来て混雑してしまいます。女性たちは男たちが来ないうちにゆっくり湯に浸かりたかったのでしょう。男たちは職種によりますが、3時ごろに一度休憩した後、夕方くらいまで働いていたようです。ちなみに江戸の職人や商人は毎月1日、15日、25日を休日としていたそうです。暮れ六つ、朝開けられた町木戸は不審者が入ってこないよう閉められます。明かりに使う油は大変貴重で高価なものだったので、基本的に長屋暮らしの庶民たちは暗くなれば寝るだけしかないという生活を送っていました。娯楽も現代よりなかった時代、夫婦が夜にすることといえば性生活くらいだったようです。現代の日本はセックスレス社会と言われていますが、この頃の性生活は最低でも週3回で、春画には一晩で何回も行為に及ぶ姿が描かれているといいます。壁が薄い長屋なので、隣の家へ音や声は筒抜け。新婚のうちは恥ずかしがる夫婦もいたようでしたが、熟年夫婦ともなると気にせず行為に及んでいたようです。明治時代になって西洋の価値観が入ってくるまで混浴が普通、処女性も重視しないなど性に対して非常におおらかでした。やがて長屋の庶民たちは眠りにつき、また朝が来るのでした。現代にも劣らない生活の知恵。現在の日本家屋は寒さ対策がされていますが、隣の声が筒抜けレベルに壁が薄い江戸時代はどうだったのでしょうか。江戸時代は現代から比べると非常に寒く、霜氷期と呼ばれる時期にあたります。霜氷期は14世紀半ばから19世紀半ばのおよそ500年にわたって続き、特に江戸時代中期頃が寒さのピークでした。記録に残る限り1773年、1774年、1812年の冬には隅田川が凍りついたと言われています。そんな気候で暮らす中で、皆さんのご家庭のほとんどにあるとあるものが発達し、長屋中に広まりました。それはこたつ。こたつは元禄時代に木綿が一般庶民の間に普及し、綿の入った布団をこたつ布団として利用できるようになったことから広まったようです。部屋の床を少し掘り下げ炉を切り、その上に櫓を乗せた掘りごたつもありました。こたつを使い始める日にも決まりがありました。毎年旧暦の10月の初井の日、つまり最初の井の日に、まず武士たちがこたつ開きを行います。その12日後の亥の日に庶民がこたつ開きを行うこととなっていました。他にも昔の暖房器具にいろりというものがありますが、いろりは薪を燃やすために室内が十分広く、天井の高さも必要とされました。薪が貴重で高価な時代、その上薪を置くための収納スペースも必要なので、狭い長屋の暮らしにいろりは適しません。炎が大きく出ることも、火事の火元になるのが重罪であった江戸時代とは相性の悪いものでした。他に江戸時代の生活設備として特筆すべきは下水道です。
各部屋の流しや井戸端から出た汚水は長屋の周りに掘られた溝に流れる仕組みになっていました。溝の幅はおよそ 1.8 メートルから 3.6 メートルといいますから、かなり広いですね。溝には板で蓋をし、そこにはコの字型の木製の樋が敷かれ、泥だらけにならないようになっています。下水は堀や川を通って海に流れていきますが、ところどころ杭や柵が施され、ゴミが堀や川に流れないようにしてあったといいますから、その工夫には感心しますね。下水道の整備や狩猟の農地還元などで江戸湾に流れ込む有機物の量は今より少なかったと思われます。しかしそれでもアナゴやシャコ、浅草海苔といった海産物が適度な不栄養価によって大量に取れるようになっていました。握り寿司の代名詞でもある江戸前寿司はこのような環境から生まれたのですね。江戸の町と農村の長屋暮らしの違い。江戸の町の長屋の暮らしについて見てきましたが、場所を農村に移すと少しだけ仕組みが変わります。大名たちはまず地主に畑や土地を貸し付けました。畑や土地を手に入れた地主はその土地に長屋を建てます。小作人たちは長屋に住み、それぞれ割り当てられた畑で働き、秋になると収穫したものを地主に年貢として納めました。この年貢が家賃とされます。江戸市中では貨幣で家賃を納めていたのが、農村では農作物で家賃を納める形になるのです。小作人たちの暮らしぶりは地主の性格に左右されました。地主が小作人たちに対して慈悲深ければ、小作人たちに少しでも楽な暮らしをさせようとしたそうです。地主から大名に納める年貢料よりも、ほんの少し多くの年貢を小作人たちに納めさせ、小作人たちの食べる分をなるべく残すといった形になります。一方で、小作人たちから限界まで年貢を絞り取りながら、大名に対しては不作であったと申し出て、少ししか年貢を納めず、私腹を肥やす地主もいました。天候による豊作不作の影響も大きかったですが、それ以上に大名や地主の人柄によって、小作人の暮らしぶりは大きく違っていたと言われています。当時のはっきりした資料は残っていませんが、中には、農村で重い年貢を課されて苦しい生活をするよりも、農村を捨てて江戸の町に流れ、長屋の隅っこでひっそりと暮らした元農民もいました。江戸の時代、江戸に住まう町人であれ、農村に住まう農民であれ、それぞれの苦労があったことがわかりますね。皆さんは江戸時代の長屋の仕組みや暮らしについてどのような感想をお持ちになりましたか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。他にも取り上げてほしいテーマなどありましたら、リクエストもお待ちしております。またこの動画が面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。